成虫駆除はやり始めて、デイ1、2、3って書いてありますけども、5日目にはもう寄生虫は退治することができています。そう、案外短時間で寄生虫は退治することができます。でもその後3ヶ月を続けるというのは、やはりそのお腹の中にいたものは退治できても、やはり取り込んでしまっている可能性もね、すごくあります。特に生焼けのね、お肉類にたくさん寄生虫っていうのはついているんで、例えば豚肉はですね、もともと寄生されているお肉なんで、それを取り込んでしまうとですね、やはり、せっかくお腹の中でね、なくなってもまた繁殖してしまう可能性があるんで、長い期間ちょっと続けるっていうのも必要になってくるわけなんですね。で、この本当にね、このプログラムをやり始める前に大事なことがあるんです。そのね、大事なことをやらずに、いきなりこの寄生虫プログラムね、レシピをドカーンとやり始めて、飲み始めてしまうと、この大オフ現象っていうのが起きてしまいます。急激にカビとか寄生虫が死滅することで、有害な物質が血液に入り込んでしまって、さまざまな症状が引き起こされてしまうっていう現象のことを大オフ現象っていうふうに言うんですけれども、どういった症状が出てくるかっていうと、発熱とかね、異常行動が見られたりとか、眠気とか吐き気、嘔吐、失神、かゆみとかね、頭痛、鼻詰まりとかね、異様に甘いものが欲しくなったりとかが、っていうのもあるんですね。もともと転換があった人がその症状を悪化したとかね、そういう報告もあります。で、異常に甘いものが食べたくなっちゃったりっていうのは、特にカビはですね、糖を栄養にして繁殖しますので、砂糖を食べたかったりとかやっぱりするんですね。自分の意思じゃなくって、寄生虫がね、食べてくれっていうんで、私たちの行動を支配してしまっているっていう状況が起きてしまいます。で、そうするとですね、逆効果ですよね。せっかく駆除しようと思って使ったハーブが。そう。で、このね、有害物質っていうのは、特にアラビノースとかアセトアルデヒドとかっていうのが、出てきてしまうんですけれども、少しずつカビが死滅してってくれる時には大きな問題になりません。ただ、この異常増殖したこのカビが大量に死んだりすると、この有毒物質っていうのも大量に放出されてしまうんで、その有毒物質を体内に吸収してしまううとですね、こうした様々な症状が起きてしまいます。で、これの大オフ現象が出てしまった人、すぐ収まる人もいれば、3、4日で収まる人もいるし、ひどい人は症状がずっと続く人もいるっていうことで、なかなかこう個人差のあるものなんで、様子見ながら使うっていうのも必要な手段ですね。そのね、大オフ現象の防止策として3つあります。1つ目としては、ハーブを用いる前に必ず糖分の摂取を控えるということですね。甘いものをやめる。このハーブを使う前の3週間から1ヶ月間は糖質を取るのをやめるということです。砂糖はもちろんですけれども、ご飯とかそういった炭水化物に含まれている糖質ですね、そういうのもなるべく控えていく。パンとか絶対食べないみたいな、そういう、下準備っていうのが必要です。そして、2番目に、アルカリ性のもの、それから活性炭とかビタミン B6 を摂取することで毒に対抗するっていうやり方があります。で、アルカリ性のものは何があるかっていうと、野菜ジュース、不溶性繊維のないもの、あとはフレッシュな野菜ですね。それから梅干しとか、海塩っていうか、海の塩ですね。ミネラルが豊富な、天然の海の塩。それから重曹水も有効です。
まあ、ティースプーン半分ぐらいに1杯をね、入れたお水を飲むっていうことをすると、体がアルカリに傾いてくれます。まあ、ちょっと飲みにくい人はね、レモン汁とかクエン酸で炭酸水のようにして飲むこともできます。だから活性炭とかビタミン B6 っていうのもですね、毒素を吸着させて、くれますし、あとビタミン B6 っていうのはですね、カビの放出する有害物質の一種のね、ペントシジンっていうのを形成するのをこう防ぐのに役立つって言われています。まあちょっとメカニズムいろいろあるんでね、その辺詳しく知りたい方は、お腹のカビが原因だったっていう、まあ、本読んでいただければとは思いますけれども、次、3つ目、これすごく大事なんですね。しっかり排便、これね、便秘しないようにっていうことなんですけれども、現代人便秘しがちなんですよね。その場合はですね、マグネシウムを取ることで排便を促すことができます。マグネシウムって何っていうとね、日常的に手に入れやすいのだとにがりです。にがりをお水にちょっと垂らしてですね、飲むっていうこと。入れすぎなければ結構美味しく飲めます。硬水のミネラルウォーターを取るっていうのもいいかもしれません。私はそのようにして工夫しています。ですから、ミネラルたっぷりの良質な水で水分を補給するということなんですね。いい水分をしっかりたくさん取る。化学物質過敏症のその CS 支援センターの方からも、たくさんお水をね、良質なお水を飲んでくださいね、みたいな、安全なお水を使ってくださいね、っていうのも、やはり書かれていますね、この紙面でね。ここね、ミネラルウォーターとか浄水器を通したって書いてありますけども、かなりこれはね、アバウトだなってちょっと私からすると思うんですね。良質の水って一体何よって言ったら、ミネラルたっぷりであることっていうのが必要で、ミネラルウォーターだから何でもいいっていうわけじゃないんですね。かなり選ぶものがあると思います。そうでね、この水分補給のタイミングっていうのも重要で、この食事中とか食直後っていうのはダメです。胃酸がね、消化のためにたくさん出ているのに、その消化酵素を薄めてしまうことになるんですね、水で。だから食事中とね、食直後に水分を入れてしまうっていうのは、消化をこう弱めてしまっている分、またこう内臓酸を働かせることになるんで、自分いじめになっちゃいますから、そこは食前もしくは食後30分後とかですねに、水分を取るっていう工夫が必要になっていきます。今ご紹介してきたこの寄生虫の駆除プログラム、カビの駆除プログラムはですね、何も過敏症者に限ったことではなくって、今現代人全員、人類全員が必要としているものと考えられています。はい。ですので、まあ参考にしていただけたらね、まだ過眠症になってない人が苦しまずに済むんではないかと思っています。